はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、皆さんと一緒にマーケットはまだこの週末クリスマスということで相手はなかったですし、非常に引き続きリクイディティが低い状況は続くんですけれども、今出てきている注目ニュースだったりとか2022年について、いろいろと議論されている記事も出てきましたので、皆さんにちょっとご紹介をさせていただきたいと思っております。はい、この放送はファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。現在ファンズのプラットフォームを通じてですね、株式会社三菱 UFJ 銀行がですね、なんと資金調達を始めたんですよね。一応概要欄の方にリンク貼ってますので、チェックしていただけたらと思ってます。個人の投資家が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってますので、ご興味ある方は概要欄のリンクチェックしてみてください。で、まずこの週末なんですけれども、またオミクロンがですね、非常にやっぱ感染拡大しているということもありまして、アメリカ国内及び海外も含めてなんですけれども、約1500から2000のですね、飛行機の便がキャンセルされましたということが発表をされていました。で、アメリカについてはこの1500ぐらいではあったんですけれども、やはりこのクリスマスのタイミングで、人が大きく動くことによって、オミクロンがどん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 感染していってしまうんではないかとか、あとはですね、有名なスポーツ選手、ラファエル・ナダルさんですかね、が、確か UAE の方で、試合をして、母国に確か戻ったタイミングで、オミクロンに感染、もしくはそのコロナに感染したっていうこともあって、結構いろんなところがまたあたふたしてきてるような今状況と、なってます。で、これでやっぱり気になるのは、また飛行機業界もそうですし、また観光産業ですね。そしてまたレストランなんかも、シャットダウンはもちろんしないんですけれども、これだけやはり多くの便をキャンセルしなければいけない。で、これは乗りたいっていう人たちがキャンセルしますよっていうんではなくて、今後、このオミクロンが感染拡大していくことによって、便が今後どんどん減っていくでしょうということで、一時また雇用のストップというのが今準備してるんですね。そういったところでもあって、このキャンセルっていうのはしなければいけないような状況になってくるので、またやっぱりその航空産業だったりとかレジャーを中心とした、いわゆるそのリオープニングで注目されていたところについては、厳しい状況にまた逆戻るというか、ステイしなければいけないような状況かと思ってます。で、これでやっぱり気になるのは、オミクロンは感染はそんなにするんだけれども重症化しないよねと。ただし、感染は拡散どんどんしていくわけじゃないですか。そうなると、感染がするけど毒性そんなに強くないから大丈夫だよねみたいな感じのところから、実体経済には結構インパクトあるじゃんみたいなところにつながっていく可能性っていうのは十分あるかなと思っているので、今後このあたりが GDP だったりとか、あとは企業の収益に対してどれほどインパクトがあるかっていうのは、次に発表がある決算でちゃんと見ていかないと、方向感見誤る可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、あとはこれやっぱりかなり業種によって違ってくるとは思うので、ご自身が投資をされている企業に対してオミクロンだったりコロナの影響がですね、どれほどあるのかっていうのは一つやっぱり見ておかないといけない、見ておいた方がいいポイントになってくるかなと思うので、このあたりは引き続き感染状況っていうところも含めてですね、見ていきたいと思います。で、今日の一番皆さんと本当に共有をしたいニュースなんですけれども、ウォールストリートジャーナルの方から出ていた記事になっていまして、2022年については株式の見通しが結構弱いですよと。かなり非常にパフォーマンスここ数年ですね、良かったんですけれども、それをしっかりと継続することは難しいんじゃないかっていうのが今の記事となっております。で、これいろんな予想があるんですけれども、いろんな予想とかいろんな観点からのコメントがあるんですけれども、やはりそもそもこの S&P500 のですね、パフォーマンスの平均っていうのはですね、過去遡って見てみても、どっかに書いてあったんですが、8.4%、ここですね。8.4% ぐらいなんですよね。1957年から比べて。で、ここ数年の、ものすごいいいパフォーマンスが続くっていうのは、やっぱちょっと異常ですと。2019年については 28.88%、2020年については 16.26%。で、今年まだ終わってませんけれども、今ぐらいのレベルで下がるようであれば、約 25.82% というような、上昇を続けているわけなんですね。で、これは、かなり異常ですと。なんで、こういったのがずっと続くっていうことは、そもそもありえないですよねっていうのが一つ、ベースとしての考え方としては、持たれていると。で、プラスそれに加えて、2000、
22年の企業の収益率の増加っていうのが、まあ、そんなに伸びないんじゃないかっていうふうに言われています。で、2021年については、ですね、約 45% のプロフィットグロースっていうのが、まあ、実際に、まあ、ありましたと。まあ、前年がすごい低かったので、まあ、もちろんそれでそのベースエフェクトっていうんですか、ベースがもともと低かったので、もう大きく伸びたっていうのはあるんですけれども、2022年については、まあ、現在ですね、9.2% しか、まあ、アーニング、利益が成長しないというふうに言われています。なので、まあ、これもあって、まあ、そんなに思ったほど、株価、もしくは企業の収益が改善していかないんじゃないかっていうのは、見方がですね、結構強まってるんですよね。で、このあたりを考えてみても、非常に、今のマーケットを見る人たちは結構不安感があったりとかっていうのは、まあ、一つあると。プラスそれに加えてバリエーションという観点から、まあ、今のですね、大体何ですか、PR が 21% ぐらいなんですね。これが過去を遡っての S&P500 の PR なんですけれども、大体12ヶ月、まあその次の12ヶ月を見た時にPR どうなってるかというところを見てるんですが、21ですと。で、これも過去と振り返ってみると、まあ、かなりやっぱまだまだ割高なんですよね。だいたいここ5年ぐらいで振り返ってみると、まあ、だいたい19ぐらいが、まあ、適正というか平均ではあるんですけれども、まあ、そこから比べてみても、まだかなり高いと。で、これは平均を取ることに本当に意味があるのかっていうのはまた別として、まあ、平均で見ると高いよねっていうのは、まあ、実際問題あると。やはりこのあたりが非常にやっぱり注目されていて、ここ最近やっぱりテスラだったりとか、まあ、NVIDIA も含めてなんですけれども、まあ、いろんなこちらにもですね、名前が上がっていて、あとはマイクロソフトですね、 NVIDIA、Apple、Alphabet、Google ですね、でテスラなんかありますけれども、まあ、非常にバリエーションが高いと。テスラに関しては123倍で、 NVIDIA に関しては58倍ですねの、まあ、PR、 ネクスト12マンスの EPS で見たときに、まあ、これだけ高いバリエーションになってしまっていると。で、これはそもそももうありえないよね、みたいなのが、まあ、今の現状の、まあ、その、PR、バリエーションには、まあ、言われていますと。はい、まあ、それはそれで、一つわかる議論ではあるんですけれども、まあ、今後の、5年とか、まあ、それぐらいのスパンで見た時の成長率っていうところで考えると、まあ、これも妥当なんじゃないかっていうふうに見る人がいたりとか、まあ、あとは、やっぱりそのバリエーションで見るっていうのは、もうちょっと、ある意味時代遅れっていう風な言い方は違うかもしれませんが、バリエーションだけで見ていくっていうのは、なんだろう、それでおそらくこれ投資してきた人、ここの数年取引してきた人って全く、なんだろう、パフォーマンスそんなに出なかったっては言わないですけれども、まあ、結構失敗した方多かったんじゃないかなと思うんですよね。バリエーションとか PR とか、まあ、あとはそのディスカウントキャッシュフローとかっていうのは使う人いますけれども、まあ、そういったものよりも、まあ、それをある意味無視して投資してきた人たちの方がパフォーマンスは圧倒的にこの数年は良かったんじゃないかなと思います。逆に言うとそれがちゃんとまたトラディショナルなファイナンスの方のバリエーションを、まあ、今注目している人たちがこういうことを言っていると思うんですけれども、まあ、そのあたりの人々の企業に対しての評価の見方っていうのは、まあ、かなり変わってきている。で、それがまた戻っていくかどうかっていうのは少し疑問なポイントかなと思ってますよね。で、結構今業績相場っていうふうに言われているので、ちゃんと決算が伸びていってるか、予想と同じぐらいで、もしくは予想と反しててもしっかりと成長できているかっていうのがポイントになってきているんですけれども、まあその際にやっぱりバリエーションの観点で、まあ、話をする人たちっていうのは、まあ、結構そのローテーションとかを頻繁に、まあ、やるヘッジファンドだったりとかっていうのは、まあ、ある程度ちょっと値動きを見ながらも、まあ、ちょっと高くなってきてる、上がりすぎてるよねっていうような形で銘柄入れ替えてるっていうのはあるんですが、バリエーションがこれ PR で58倍だからもうちょっと買わないよねみたいな議論っていうのは結構ここ最近やっぱ下がっ、効かなくなってきてるような議論の一つではあると思います。まあ、最終的にどうなるかっていうのは分かりませんけれども、まあ、あまりちょっとバリエーション高いから買わないみたいなところで、銘柄、特にこのガーファムというふうに言われる銘柄だったりとか、まあ、テスラですよね。このあたりを避けてると、パフォーマンス出せなかったのが2021年だと思うので、まあ、このあたりはバリエーションがどうこうとかっていうよりも、今はやっぱりこの成長を牽引してくれるような企業に対して、
バリエーションがどうこうとかっていう前に、まずは他のポジションを取ってみるっていうところが、まあ、今の状況では、まあ、いいのかなとは僕は思ったりはしています。はい。まあ、いずれにせよですね、結構いろんな意見も出てきていて、モルガン・スタンレーについては、まあ、2022年の最後の段階で、S&P がですね、まあ、4400、今大体4700ぐらいなので、まあ、6%、7% ぐらいですね、ダウンの予想をしていたりとか、まあ、あとは他の、まあ、企業ですね、BMO、キャピタルっていうふうに言うところも、2022年の終値については、5300ポイント。まあ、これが大体今から 12% ぐらい上昇というところではあるんですけれども、まあ、上がったとしても、まあ、そんなに上昇幅は大きくないんじゃないかっていうふうに見てる方が非常に多くなってるっていうのは事実かなと思っています。まあ、最終的にどうなるかっていうのは、今後のやっぱり金融政策っていうところが非常に大きな影響を、及ぼしていくと思いますし、まあ、金利の加速っていうところが、まあ、金利がまあ、なんていうのか、どんどん利上げをされていくイコール、まあ、株の下落じゃないよっていうところは一つ押さえておきたいのと、あとはやっぱり物価の上昇がどれほどまだまだ続くかっていうところがポイントだと思うんですよね。で、やっぱりそれは10年債の米国債の金利を見ていると、まあ、それが期待値になってくると思うんですけれども、まあ、そのあたりがそんなに大きく上がっていかないようであれば、結局は物価上昇して、例えば 2% なり 3% なり物価上昇していて、債券の利回りが、まあ、今 1.5% ぐらいですよね。それがどんどん上がっていくと、やっぱり債券の方を買おうみたいになるかもしれませんけれども、まあ、いわゆるそのリアルイールドというふうに言われている物価上昇、利率マイナス、まあ、例えば10年債の金利のを引いてみると、やっぱりネガティブ金利になっちゃうわけじゃないですか。そうするとやっぱり債券持っててもっていう人の方が、まあ、比較的多いと思うんですよね。で、そうなるとやっぱり徐々に、まだまだ株式投資の方がいいんじゃないみたいな、やっぱ風潮っていうのが、まあ、続いていって、まあ、最終的にはやっぱり株高っていう風になっていく可能性もあるので、2021年については物価の上昇率だったりとか、まあ、あとは金利ですよね、まあ、そのあたりの期待感っていうのが金利で表されていくと思うので、まあ、そのあたりを見ながらですね、最終的に判断をしていきたいかなと僕は思っております。で、まあ、結論として僕はやっぱり2022年も株に結構集中投資じゃないですが、まあ、しっかりとリスク取っていきたいなと思っていて、まあ、その理由としては、まあ、このチャンネルで何回もお伝えをしているかもしれませんけれども、思ったより物価の上昇って続かないかなっていうのが僕は思っています。それは、これまでずっとアメリカの FRB がですね、金利を、まあ、上げよう物価上昇させようというふうにしてきましたけれども、まあ、ほとんど、まあ、徒労に終わったというか、思ったような物価上昇、金利上昇というところが見込めなかったということもあって、まあ、最終的にはこの1、2年ぐらいで同じような状況に戻ってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、そういうところを考えると、まあ、金利の上昇や物価の、まあ、期待通りの上昇っていうのは、まあ、結構難しくなることによって、じゃあ投資先もう株しかないじゃんとか、まあ、株だったりとか、まあ、不動産しっかりと利回りが回るようなところに対して資金を入れていこうっていうような方向性の議論になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたりは人それぞれいろいろ議論のポイントがあると思うんですが、まあ、基本シナリオは長期で見るとそういう感じかなと思っています。はい。まあ、いずれにせよですね、利上げしますよみたいなタイミングでやっぱり株価は下落していくと思うので、そのあたりをどういうふうに対応するか、どうヘッジするか、まあ、もしくはしないのかだったりとか、まあ、あとはそこのタイミングに向けて、キャッシュをですね、貯めておいて、まあ、株をガツッとそこで拾って買いに行くっていうのもありかと思うので、まあ、そのあたりはいろいろと、まあ、そのタイミングで、皆さんとお話しできたらいいなと思ってます。まあ、僕はずっと今のポジションは継続保有で、キャッシュ貯めていきながら落ちた時には拾っていくっていうような方向性で基本は考えています。マーケットクラッシュするような感じにもしなるようであれば、どっかのタイミングで売却することもあるかもしれませんが、まあ、そこは今のところのシナリオには起こる可能性としては低いシナリオとして自分の中では置いているので、まずは準備キャッシュをする、もしくはそのコツコツ資金を入れていくっていうところを中心ですね、やっていきたいと思ってます。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。あと残すところ2021年もですね、いつかとなりましたけれども、まあ、非常に寒くなってきていますので、ぜひですね、お体冷やさないようにしていてください。
はい、あとはですね、本当にこのチャンネルを始めて今1年半ぐらいですかね、経ちましたけれども、このように継続して応援してくださる皆様の、お気持ちだったりとかですね、そういったものに対して本当に感謝をしております。2022年も仮想通貨チャンネルもですね、一緒に頑張っていきたいと思いますし、まあ、あとはこの2つのチャンネルの要素っていうのは結構融合してくるタイミングもあるかとは思うんですけれども、またそれぞれのまあ、色をですね出したりとか、まあ、取り上げるニュースとかも変わってくると思うので、まあ、引き続き努力をしながら皆さんのお役に立てるように頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。